はい、こんにちは。はい、こんにちは、嫁です。旦那でございます。はい、嫁なんです。嫁なんでございます。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、見ての通りキャンプに来ました。はい、本日のおまくはこちら、クラーケン。はい、くーちゃんです。はい、本日はですね、ちょっと一風変わったキャンプ場にやってまいりました。はい面白いよ面白いんです。はい、そしてこちらの方でキャンプをやっていくんですけども、はい、まずはですね、ここに至るまでの道のりをご覧いただくとこからスタートしていきたいと思います。はい、ということでよろしくお願いします。お願いいたします。本日は旭川キャンプということで、はい、旭川のね、ご当地スーパーなのかな。北海道回った時にでも見かけなかったような気はする。うん、まあ、グループとしては系列でね、大きい系列だったので、あるスーパーにね、はい、買い物していきたいと思います。はい、じゃあ行こう。はい、はい、行きました。ということで、ここがね、旭川の長山っていうエリア、うん、町にあるパワーズお店がいろいろ集まってる場所だね。集まってる場所なんですよ。それこそあの旭川の、まあ、有名どこで言ったらラーメン村っていう、そうです ね、ラーメンのお店が集まるとことかもここにあるんですけども、うん、はい、到着しました。はい、はい、到着でございます。ウエスタン、ウエスタン、本州から来た方がウエスタンに行った時になんかすごい楽しかったってみんな言ってたからそう、静岡の友達がね、すごい喜んでくれたので、あの本州の方にしたら珍しいんだろうなって。私めっちゃ本州の人間なんですけどね。住民じゃないです今日はこちらで買い出しをしていきたいと思います。通称長山ウエスタンです。はい、はい、行きましょう。こんな感じ。何がね、みんなすごいすごいっていうかって言ったら、あの向こうのお魚屋さん、左側にお魚屋さんが何軒かこう並んでる。それがね、楽しいっていう。こう言われてみればないかも。品揃えもすごいって。すごいね。こんなん食べたことない。中落ち。これマグロなんだ。美味しそうだね。美味しそうだね。けばいいな。焼くの大変だな、でもな。うん、家ならあんなもない。オーブンですら入らない。まあ、あー、豚もね、すごいね、それで500円。これパンパンだよ。本当だ、でっかいっしょ。すごい、卵いっぱい入ってる。こっちはオスだから、うん、目方少しこっちより多いんだ。うん、だからどっちを取るからね。そうだね、うん、一通り見てきます。お待ちしております。ありがとうございます。すごいんだよね、量がね、すごいからね。食べきれないってなっちゃって、ハラス、ハラスね、ハラス食べたいかも。そのぐらいある、ね、お魚屋さん。どれもね、量がね、すごいから、なかなか選ぶのが大変だったり。すごい品揃えだよ。そうなんです。全部ジンギスカン。そう、美味しく召し上がれます。お酒が進むこと間違いなしです。隠し味に。お酒もすごいんだ、ここ。うん、すごいよね。
はい、買い物行ってまいりました。はい。いっぱいありすぎて逆に買えなかった。いつもなんかそんな感じ。前回はそんな感じだったよね。食べたいものはいっぱいあったんだけど、なんせね、大きかったり量が多いから止まっちゃって、ある食材はおねだりをしたら小分けにしてくれました。それがいいとこ、あのああいうところのウエスタンとかの魚屋さんだから、半分とかってありますって言ったら裏から出してくれたりするんですよ。出してくれたもんね。ということで続きまして、はい、前回のね動画で、はい、カフェに連れてってあげるって言って、まあ、カフェはカフェだったけど、まあまあまあそうですね。はい、僕の中で前回の動画の一番の見どころは、最後の最後のセブンカフェでがっかりした嫁様の顔。小踊りしてはったの。やったと思ったの。いや好きなんですけどね、大好きなんですけど、こう横で見ててそれがあまりにもかわいそうだったので、今日はね本格的なカフェに。本当に？本当に。街カフェとかじゃない？次。大丈夫。ローソンさん。いやガチカフェの方に。本当ですか。ね、行ってみたいなと。お昼ご飯食べて。はい。でキャンプ場に向かうと。はい。カフェからまたキャンプ場近いんだわ。あ、そっかそっか。ね、なのでまずはカフェの方に。はい。行きたいと思います。はい。また降ってきた。降ってきたね。なんか天気がコロコロ変わるね今日。ここら辺がね、はい、その旭川の長山っていうエリアの、うん、駅のある場所。はい。なので長山の繁華街って言ったらいいのかな。うん、実質ね長山で一番そのいろいろあるのはさっきのウェスタンのあたりなんだけど、買い物するのはね。うん。私たちも行くって言ったらあの辺に行くもんね、長山。ユニクロとかもあるから、うん、あそこら辺がメインなんですけど。39号線って言って、はい、総運橋とか北見とか網走とかに向かう道。はははこの沿いに発展した町っていうか。ああ、なるほど。今説明した長山のね町越えて3分ぐらいか走ったの。うん。でこの橋を越えると見えてきました、こちら。お、わきさん。カフェ、カフェわきさん。わ、すごいかわいい。なんか古民家なんだね。そうだね。はい、到着しました。はい。アウトドアベース、バキさん。はい。なぜアウトドアベースっていうネーミングになってるのかは、後ほど説明します。はい。はい。とりあえず、到着したので。やったー、カフェだ、カフェ。お昼ご飯、食べましょう。はい。はーい。11時30分。3時だね。かわいい、もうすでにかわいい。突入。よかったね。お邪魔します。なんか家だからお邪魔します。念願のカフェ。かわいいね、こんなとこ。うまいんかでしょ。すごいかわいくなんか。イノベーションってなんか自分でやったらしい。あ、そうなの。おむすびプレート。そう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 。あ、これだ。2種類あるからどちらかお選びください。あ、いや、ハンバーグじゃないの。いつもハンバーグ行くの。じゃあ私ハンバーグにする。ハンバーグしよう、両方食べたいから。綺麗だね。何番目なんですか。持ってるからあれだけど、山が見えてるの、向こう側。うん、わぁ、めっちゃうまそう。確認もすごい。確認こんな感じ。うわ、めっちゃ大きい。カクカクしてるよ。そういう意味なの。すごい、おいしそう。結構ボリューム。いただきます。あ、やばい。めっちゃ柔らかい。力いらなかった、今。びっくりした。うん。うまっ。めちゃくちゃ柔らかい。うん。いいじゃん。
カメラ持ってるから食べれないもんね。すごいワンプレートね。ついてるもんたくさん。そうそうそう。野菜もなんかいっぱい。基本おにぎり、おにぎりセット。ね。かわいい。かわいい。すごいね、それも。うん。うん。うん。美味しい。美味しい。めっちゃ柔らかい。美味しい。甘いものといえば私でございますね、はい、噛んでますけどね。手作りお菓子セットみたいな感じ。はい、どうぞ。私はチーズケーキ、うん、やんせ。はい、ごちそうさまでした。美味しかった。じゃあ、はい、ご飯も食べたしキャンプ場に移動しましょうか。受付の紙をいただいてまいりましたということで受付完了でございます。どういうことかまた後ほどご説明させていただきますということでキャンプ場の方に移動したいと思います。はい、はい、よし、受付は終わったので、はい、キャンプ場をご紹介したいと思います。はい、はい、行きましょう。カフェここね、ここカフェでございます。何秒かかった？5秒、6秒、7秒。はいはい、着きました。キャンプ場到着。近い近い。こちらがね、アウトドアベース脇さんが、はい、なぜアウトドアベースというか、もうその名の通りですよね。そうですね。キャンプ場併設のカフェになります。はい、はい、びっくりしたね。ね。ということで、ま、ウッドデッキのキャンプ場なんだね。そうですね。こんな感じです。こんな感じで。ここにテント張るの。はい。で、普段はここに手ぶらプランのね、テントが張ってあるんですけども。はい。見てください。眺めがいい。綺麗だよね。うん。まあ、今雪が積もってるから結構白くて、あの奥の方に山もね、ね、晴れてたらすごい綺麗に見えると。今日ちょっと曇りだからあれだけど、うん、今日4月1日ですけど、だいぶ雪溶けましたけど、うん、もっとね一面雪景色で、うん、でここが多分第一サイトみたいな感じなのかな。で、あの向こうの国道沿いの方にももう一つウッドデッキがあるんですよね。だから現時点では2組まで行けるっていう感じなのかな。そうだね。すごい、結構広いね。結構広い、うん、7メーター9メーターって言ってた。テントとタープもいけるんじゃないかな。タープもいける感じね。ということでね、まずキャンプ場さんの施設ちょっと見ていただいてっていうことで、はい、でその後このウッドデッキの上にテント立てますんで、はい、じゃあ見ていきましょう。そうですね、はい、はい、炊事場とか行ってみますか。あ、そう、ちゃんと炊事場とかトイレとかもあるんですけど、うん、それがね、このカフェの中の施設を使わせていただけるということで、はいはい、こちらから入っていきます。はい、じゃじゃーん、じゃーん、はい、よいしょ、お邪魔します。邪魔します。すごい。すごい、見て、すごい。 まず洗面台あります。炊事場もあります。炊事場もちゃんとある。なんと電子レンジ。電子レンジもあります。極めつけ、洗濯機まで。洗濯機はこれどういうあれなんだろう、使っていいのかな。洗濯機無料で使っていいってさっき、あの、そうなの、はい、オーナーさんが言ってた。そしてここから上がるとトイレ。トイレですね。トイレもあります。そしてね、びっくりするのがね、こっち、あ、じゃじゃん。え、何それ。あ、シャワーあるじゃん。シャワーもね、無料で使って。あ、無料なの。トイレも、うん、シャワーも、炊事場も、洗濯機も込み、ご自由に使ってくださいっていうことなんで、書いてありましたよ。すごいすごいよ、シャワーあるのびっくりしてる私。すごいね、すごいね、設備がね。
まあ、そんなね広くはないですけども、まあ、でも十分ですよね。いや1日2組ですから。そうそう、その何十人もここに集まることは絶対にないので、まあ、水島も多分これお湯も出るし。そうだよね、はい、すごい。そうだよね、お湯浸れり尽くせりです。お湯も出て、そしてあのキャンプサイトから炊事場トイレまでがなんとですね7歩ぐらい、まあ、女性で10歩ぐらいです。1,2,3,4,5,6,7 7歩ですね。これ多分元々あった測りとかなんでしょうこれね多分。あ、なんか本当に古民家でカフェの中にもいろいろなんかレトロなタンスとかいろいろあったんですけど、ね、本当にここで使われてたものが今も使われてるらしくて、だからこういうのも多分昔このお家で使われてたものじゃないですか ね。概要欄にねインスタ貼っときますんで、ここまでなんか一生懸命ね、あ、工程というか過程が見られる、うん、見られるのでぜひね見てみてください。面白いですよ、はい、すごいね。隠れ家的なキャンプ場ですね、はい、そしてもう一つ、はい、バス買っちゃいました。1日レンタル券ですか。ポチったのは買えるわけないでしょ。ちらちらと映ってましたけど、かわいいよねこのバス。なんとこのねバス、うん、キャンピングカーなんですね。ね、これにも泊まれるっていう。そうなんです、これにも泊まれるプランがあると、うん、すごいよね、うん、ちょっと見ていきましょう。いいですか。許可をいただきましたので、はい、お邪魔します。お邪魔します。おバスだ。開き方がバス、すごい。ほお、広い。バスだから立てる。そうだよね。立てるよ。すごいね。こんな感じのキャンピングカー、はい、すごい。ちゃんと炊事もついてます。すごいね。コンロもあって、コンロもあって、きっとここが多分寝る場所なんですね。寝所ですね、はい、すごい。やっぱ広いね。広い。バスだもんね。夢のキャンピングカーでございます。いやーすごい、うん、テレビもついてる。てか冷蔵庫もある。今気づかなかった。キャンピングカーですからね。そうだよね。あ、すごいね、うん、どうもなんかオーナーさんの所有物らしくて。あー、そっかそっか、ね、でこれを開放してる。うん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 、ね、手ぶらプランのグランピングのテントと、うん、あとこちらの方もあるので、はい、でバーベキューのセットとかも貸し出しがあるみたいなので、うんうんうん、本当に手ぶらで本当に、そうだね、本当に気軽に来れると。ということで本日、はいはい、寝るのはここで寝ます。お本当に。食事だとかなんとかっていうのは外でキャンプとしてやって。あー、なるほど。ですから今日は車中泊キャンプですね。あ、そうなりますよ ね。ここで寝るとしたらね、まあ、一応記念すべき初キャンピングカーでございますね。なんて言うんだろうね。バスキャン、バスキャン、何なんて言うんだろう、なんて言うんだろう、バスコン、コンって何、わかんない。なんかキャブコンとか、なんかキャブコンってどういう意味なの、なんかよくわかんないけどね。バスだよ、すごいよね。そしてこの宿泊施設、はい、この宿泊施設からキャンプサイトまで、はい、歩いて何歩ぐらいでしょうかね。お願いします。8歩。炊事場よりちょっと遠いんだね。一歩遠い。一歩遠いんだね。すごいね、面白い。面白いね。へー。でこっちのデッキの上なんですけど、このタイルのこのこうか、あ、これね、これがあるのでこの上で焚き火やってくださいということで、あ、これ動かせるから持ってって好きなところでこの上だったら大丈夫ですって言ってたね、うん、やってくださいということで、もちろんね、あの消火器も備え付けてるんで、うん、あとはそのブロックとかもあるんでって言ってました、うん、こういうのも。でこれが灰受けになるのかな。あ、そうですね。お、晴れてきたね。あ、本当だ、晴れてきた。じゃあ設定してます。うん、とりあえずテント我々のね食事をするブースを作っていきたいと思います。はい、まはい、
最初の1回以外なんかうまく立てれたイメージ、ね、それね。オッケー。よいしょ。オッケー。嘘でしょ。頭に直撃した。しっかりして。しっかりして。危ないよ。危ないって。気をつけて。元現場でしょ。テント関係ないじゃん。びっくりした。いや、資材運ぶのにそういうのは必須でしょ。オッケー。じゃあペグだ。ウッドデッキ用の何ペグ？ペグっていうのかな。そういうのがあるんだね。うん、でこちらで用意してくださってるので。なんかこれをそれをなんか隙間に刺して。刺して。ねじって。ねじって。これでもう。で効く。動かなくなるのでって言ってたね。動かないのかなこれ。でそのカラビナを引っ掛ければいい。こういうことだね。あ、いいです。はいはいはい、ああいいですいいです。よかったよかった。やりました。はい、テントが立ちました。はい、これから中とかね設置してこの中でキャンプ、はい、寝るときはバス、はい、っていう感じになります。そうですね、うん、はい、じゃあ残りの設営終わらせて。そうですね、うん、あやった。椅子嘘椅子ないの。もしかして椅子なくない。今回こそどうしたんだっけ椅子。いやどっかに入ってるかも。入ってないと思う。じゃあない。じゃあないというかどうしたらいいんだこれ。あるあるある、ある。うん。ご説明してる皆さんに。今日の椅子、今日の椅子、今日のあゆみさん椅子。じゃじゃーん。これこれ椅子代わりに代わり。これでしのぎます。よかったね、ちょうどいいのあったじゃん。設定完了しました。できました。はい。まあいろいろありましたけども、とりあえずさらっとね、今回はさらっと見ていただきましょう。はい。まあほとんどね、普段と変わんないんですけども。持ってきてるものは変わんないですけど、今回エクステンション立て置きにしました。久しぶりの。ね、久しぶりな気がする。はい、持ってきました。はい。でいつもの車中泊用のテーブルをね、車中泊用のテーブルってわけじゃないんだけど。今回はエクステンションがあるから飾り用に。飾り用に。はい。可愛いからね、これね。可愛い。で箱を置いてコンテナを置いて。はい。まあ、私が台所でね、うん。動きやすいような配置にしました。なかなか広々ですね。はい、広い。はい。一応コート持ってきたんですけど、今日はバスの方に泊まるということで、はい。コートは展開してません。はい。で冷蔵庫は僕が管理します。はい、お願いします。で冷蔵庫だけなんでモンちゃんと。はい。こんな感じですね。はい、何も変なことはございません。はい、何も変なことはございませんね。何も変なことはございませんよ。何も変なことは。何も変なことはございません。はい、全然、ね、ちょっとお尻痛いかなっていうキャンプです。そうですね、今回は推しでございますね。推しのお椅子です、はい。とても簡単、設営1秒かからない、撤収も超簡単です。ちょっとやり方見せてもらっていいですか。はい、はい、撤収完了、はい、そして設営お願いします。はいはいはい、
設営完了、はい、なんと便利な椅子なんでしょう。便利なんですね。ちょっと知りたいかもしれないですけど、はい、全然全然、はい、1次会だけとりあえず、はいはい、エクステンションとも高さがね、2次会はねバッチリです。せっかくなんでキャンピングカーの方で、ね、バスの方で、そうですね、なんかシンクとかね、はい、コンロも使えるらしいので、なのでと、はい、いうことで、はい、今回のキャンプはこんな感じで、はい、やっていきたいと思います。はい、とてもいい高さでね、エクステンション、いいと思いますよ。よいしょ。よし、それでは設営も完了したんでね、はい、乾杯したいと思います。乾杯。っていうかさ、なんかあったかいね、だいぶね。そうだね、こんだけ前後左右空いてるのに、まあ、ストーブあるけど、今日ちょっとブンブンバル持ってくるの忘れてさ、つけてないけど、うん、全然耐えれる。高いと思うけど、ね、だいぶ暖かくなった。はい、じゃあお疲れ様です。いただきます。あー、おいしい。冷えてるね、結構。大丈夫ですか、染みますか、大丈夫ですか。言いに来た。あばらの方は大丈夫ですか。そういえばあばらの方はだいぶいいんですけど、だいぶよろしくなったけど、うん、胃がキュッとなっちゃった。調子に乗って今ギューって入れたら思ったより冷たかった、うん、お、白鳥さんが飛んでくるね。白鳥が飛んできたんだよね、うん、さっき ね、 ね、すごい近くで今声してる。あー、飛んでた、飛んでた、ほら飛んでてる。3羽行っちゃったね。行っちゃった。でなんかこちらの方で前もって言えばサーバーの方をお貸しするとかって、生ビール、生ビールのサーバーをお貸しで貸し出しもできるよっていう。すごい。あとね、やっぱりここ国道沿いなので多少やっぱり車のね行き交う音が聞こえるので、僕らあんまり気にしないタイプなんであれですけども、うん、まあそんなことで RV パークみたいのどうですかっていうお話はしときました。なんかね、設備がさっき見ていただいた通り、うん、しっかりしてるし、うん、電源も使えるし、うん、RV パークとかはしないんですかって聞いたんだよね、うん、そう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 。もしかしたら RV パークに、ね、なるかもしれない。わかんないですけどね、わかんないなったらいいなって思ってます、ね、でも RV パークとは言わず車中泊プランみたいのはやってみようかなとおっしゃってたので、それもいいよね、うん、今回は結果的に言うと車中泊キャンプですね、ある意味。そうですね、夜バスに寝るのだけね、バスなんで。僕がねダダこねたんですよ、バスに泊まりたいっていう。でコット持ってきたんですけども、うん、今回は急遽バスで、バスになりました、うん、なぜね2月にオープンしたばっかりの ね、なんかこちらが、ね、本当にできたばっかりだって、うん、アウトドア用品を販売とかはまだしてないのかなとは思うんですよね。あれでもなんかスウェーデントーチはあったよね。スウェーデントーチはあったね、うん、あ、でもねこっから15分県内ぐらいにホームセンターやらいっぱいあります。何でもあるので何でも揃います。走ってって渡ったらもう市街地なんでだから買い物に苦労することは全然ないね。そうですね、ここコンビニも多分3分ぐらいのところにあるんで、うんうん、高立地高規格でございます。確かに設備もすごいしっかりしてるし、うん、嫁だ見たよって言っていただければ何かしらよくしてくれるんじゃないかなとは思うんでまた勝手なことを言ってステッカーお貸してもらおうか。お貸してもらいます。ステッカー10枚置いてきますんで、ぜひね隠しといてもらって、もし言われたら出してください。そう、そんなに堂々と出されてもお店の雰囲気には合わないかもしれない。ランチの時でも、だからランチがてらキャンプどんな感じかなってチラッて覗くことも全然させていただけると思うので、うん、と思います、うん、ランチ本当美味しいですよ。美味しかった。思ったよりボリュームはあります。あ、お腹いっぱいだったもん思ったよりは、うんうん、あと本州の方で今年北海道回られるよっていう方はその時に RV パークとか車中泊プランができてることを祈っていただければまあね、その時にでも問い合わせて、そうそう、その時にそういう風になってればいただいて、もしできてればいい、ね、インスタとかフォローしていただければ多分いろいろ情報入ってくると思うので、私たちも楽しみです。そうだね、いいとこ見つけたよね。そうそうそう、うん、はい、ということで今回の動画はここまでということで、はい、ちょっと暗くなってきちゃったんですけども、はい、次回はねキャンプとバスの方での車中泊の模様をねギュッと詰め込んでやっていきたいと思いますので、はい、ぜひねチャンネル登録していただければ嬉しいです。よろしくお願いします。お願いいたします。いやいいキャンプ場見つかりましたね。なんかちょっと映画のあれみたいに
昔のなんだか労働省的な感じで やってみたんだけど、わかるかな、あのメガネのおじいちゃん、わかんないけどさよならさよならさよならそれはちょっと違う、違う人、あれ違ったなんかモノマネしようと思ったけどできなかった何やってんだろうと全然わかんなかった私どうしたんだろう、急にキャラ変わったけどと思ってこれはカット案件かと思ってカット案件ですね、カットしてください、むしろこれはやめてください、カットしてください、ちょっと恥ずかしいんでカットでお願いします、いやいやいややめてくださいということで次回またお会いしましょう、嫁なんでした、ありがとうございます、ありがとうございました、すいませんねグダグダで、いいですよカットするだけなんで珍しいね珍しいね、取ったあったキラリン、それはカットされるんでしょ私次第だから